おはようございます。はい、おはよう。いやー、すっかり肌寒くなりましたね。まあもう11月だし、さすがにね。で、本日は何を？これ。うわ、こっちみんな。てかタイトルだけ見たら、ネイチャー系ドキュメンタリーみたいですね。と、思うじゃん。あらすじ言っとく。おなしゃす。舞台は現代のフランス。父親のフランソは、息子のエミールの親子が車で移動中に渋滞にはまっている。ふんふん。会話の内容から、どうも入院中の母親のラナに面会に行く途中みたい。あらま。しかしエミールは反抗期な高校生なので、父親と口論に、で、拗ねて車を降りちゃう。おいおい。追いかけるフランソは、どうにかエミールを捕まえて車に戻そうとしてると、すぐ横に止まってた救急車がどったんばったん揺れ始め、なんだなんだ。やがて、後部ドアが中から蹴破られ、片腕が鳥の羽になった男が飛び出してくる。はい？男は取り押さえようとする救急隊員をしばき倒して逃走。何なんですかそれ？実はこの世界、人間が動物に変身していく、謎の奇病が発生していたのだった。なんだって？そして彼らが今から会いに行くラナも、その病気に感染中。おいおいおい。しかもこの病気、体だけでなく知性も動物に近づいていくみたいでね。マジか。なんせエミールの顔に傷があるんだけど、どうもラナがつけたみたいなのよ。うわぁ。で、面会ついでに医者と面談するんだけど、南フランスにこの病気の専門施設ができるから、ラナをそっちに移すと説明される。で、当然のように、自分たちもそっちに引っ越すというフランソは、いや、俺聞いてねえし、ってふてくされるエミール。あらら。でもなんだかんだでその施設の近所へ引っ越す親子。そこは広大な森が広がるのどかな田舎町。おう。当然エミールはそこの高校に通うことになるんだけど、変な時期に転入してきた彼にみんな興味を示す。まあそうでしょうね。特に ADHD の美少女ニナが空気を読まずにグイグイ来るので、エミールもちょっと気になり始め。なんだ、リア充か、青い春か。そんなある日、病院から電話が。ん？なんと施設へ患者を移送するバスが事故ったと。しかもそれで40人以上の患者が森へ逃げ出し、その中にラナも含まれていると。あちゃー、獣どもが逃げ出したーと大騒ぎになる町の住民。獣どもって言い方で、なんとなく世間での扱いが分かったような気が。そういうこと。まあ力も強いし、意思疎通もできないしで、分からなくもないけどね。そんな感じなんで、ラナを自分たちで見つけようとするフランソワとエミール。しかしエミールの指先から、鋭い獣のような爪が生え始め。なんだって。さあ、この親子はどうなってしまうのかって話。なるほど。ちなみにゆかりさん的には？私は好き。ほうほう。まあ、今のあらすじでわかると思うけど、基本のプロットとしてはゾンビものみたいな感じね。感染者の家族の苦悩、さらに自分も感染しちゃうってやつ。ああ、確かにそうですね。だからそういう系のゾンビもの好きにはハマると思う。積極的に襲ってこない分、ゾンビよりは脅威度低いけど、いや、感染経路が不明な分怖いかも。ゾンビは噛まれなきゃ OK ですもんね。よね。ただ、この親子の苦悩がメインなんで、パニックものを期待してるとがっかりするわね。あとゾンビ以上にわけわかんない病気なのがね。しかもその説明、それこそいつから始まって、どういう経緯でこうなったかと開始さえなし。だからそういうのが気になる人はダメかもね。それに哺乳類に変化するのはまあわからなくはないけど、爬虫類とか鳥とか、一番あれなのはタコに変化してる人までいて、もう何でもありかいって感じ。むちゃくちゃだな。でも家族が感染していく中頑張るフランソワや、自分がどんどん獣になってくのに苦悩するエミールの描写がね、ほんと切ない。最後なんて思わずほろりと涙しちゃったわ。か、感動ものを鼻で笑うゆかりさんがですか。あのねー、まあそんな感じなんで、ハマる人にはハマるわね。おすすめ。なるほど、じゃあ見てみようかな。はい、行ってらっしゃい。